ご存知アメコミライターのスピ豊さんです。どうもこんにちは、皆さん元気でやってますか？何ですかスピさん、それでなんかトレーナー何着てるんでしたっけ？トレーナーね、トレーナーベノムなんですよ。トレーナーもベノムで、マスクもベノム。ちょっとマーベルが強いんで、ちょっとハーレクイーンをやっております。あ、なるほどなるほど。はい、ちょっとそんな感じですね。はい。しかも私そのベノムマスク持ってますよ。あ、持ってますよね、これ。あれ、ベノムの映画の時。映画の時の、そうですね。ちょっとやっぱり、あの、面白いのはここまでなんで、ベノムマスクだけ取ります。ゲルゲルゲル。なるほどね。はい、見えてきた。見えてきますよ、姿が。こんにちは、どうも。はい。はい、そしてもう一方、スターウォーズといえばこの方、川原和久さんです。はい、どうも。どうも。あ、お願いします、ね、なんか後ろがあれですね、あの猿の惑星ってますね。一応ね、今地球が、ね、こうなってるっていう荒廃してこうなって、やだなだね、なる。はいはい、ね、通過するんですかね。地球のはダブル粒なんだけどね。はい、僕ちなみに僕の後ろの背景、あのジョン・ウィックのあのあれです。ああ、はい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 、あのどっかホテルに行ってるわけじゃなくて、ジョン・ウィックってますね、ちょっとね。はい、ね、ジョン・ウィック、あの最新作には犬が出てきたけど、犬はいないですね。犬はいないですね、ちょっとうちには飼ってないですね、やっぱり。うん、あのそうですね、あ、素敵なところ、後ろにマリリン・モンローがいますね。うちは残念ながら、ね、さっきね、お二人からバーチャル背景のやり方を教えてもらおうと思ったんですけど、難しいです。ませんでした。いや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 、ですね。あ、そう、そうですね。あの、スター・ウォーズ、メイザ・フォース・ビーでも終わりましたね。ね。おー、5月4日ね。ああ、そうでしたね。僕は、普通に仕事してましたけどね。そうですね。普通にコロナの仕事してましたよ。あ、そうなんですか。大変ですね。ね、そうだってね、あの、2人ともちゃんと、歴史としては実はね、偉い肩書きを持ってらっしゃる方々で。いや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 、でもね、テレワークですからね、やっぱりね、世の中は。そんな感じですよね。ちょっとテレワークやってますよ。もう通常運転なんでね。あ、そうなんですか。この辺、いや、ほら、テレビの放送は、ね、やっぱ、まあ、番組はね、あの、バラエティとかドラマの人はね、休みになってますけど、この番組はやらなきゃいけない。あ、まあ、そうですね。あ、そうそうそう。いろいろややこしいですよ。ややこしいですね。お疲れ様でございます、本当に。はい。暇すぎて、もうこんなのやりましょうとか言っちゃいますからね。一日中演技ますからね。ねえ、あ、なるほどね、そうですね。映画業界は今ね、そうです。今だって、あれ、試写会イベントとかないですもんね、来日イベントとかないですもんね、ずっとね。おかげさまで、記憶に残ってるのは、最後のインタビューが4月の上旬で、ね、3月にポツポツ無観客イベントをやって、はい、私の場所は罰だらけで、ついに、暗くなってきました、罰どころじゃない。書き込みがない。そうですよね。でもね、でもね、あの、うん、映像というか映画業界は結局今ネット配信とかがね、はいはいはい、あるじゃないですか。はい。Netflixとかの感じすごく多くなってるんで、だからそういう時こそこう映画業界はこの状況でなんかうまく生き残るためにね、ことをできる気がするんですけどね。うん、そうですよね。僕もね、だからここ数日なんですけど、記事の依頼は家で何を見たらいいかとか、うん、やっぱり、ね、やっぱ旧作のトリビアか、やっぱ海外ドラマの話が多いですね。へえ、うん。私もだから今まで新作映画だったのが、全部旧作でお願いしますに切り替わりました。あ、そうですよね。だからそういうのとかね。あとね、ほら、あれですもんね、ほら、外国だと監督と一緒にね、同時視聴イベントとかね、結構やったりしますもんね。ああいうのがあったりするんで。そう、だから今回は、こんな感じで、私の尊敬する、まあ、パトラーの身としては、まあ、マスターヨーダと、はい、ベノムに、こう、私の単なる好きなジャンルの話を聞こうじゃないかとね。はい。それとかね。こね、これとかね。一応ね。まあ、これちょっと古いですけどね。いや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 。聞いてみようかなと。だって、私、大ショックですよ。私、はい、この人。はい、誰ですか。わー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 、なんで今ファイナルディステンションがあるのって。ファイナルディステンションに。これ、この人の新作、超楽しみにしてたの。ああ、そうですね。今回が延期ですね。あと、ブラックウィドもとね、今公開延期ですから。そうだよね。そう。その両方とも。もう延期ですよね。話したらこれ見直そうと思って。ああ。ねえ。ねえ。どうなんですか？あ、でもね、僕、そうそう、あの、あれですけど、
マンダロリアンはね、おかげでゆっくり見ることができました。マンダルマの話聞こうと思ったらマンダロリアン。いや、マンダロリアンも良かったですよ、やっぱりね、配信で。こちらの込みね。あの、一気見にはちょうどいいですよね。ちょうどいいですね。あの、サイズもちょうどいいしね。あの、うん、マンダロリアン良かったし、とか、あと、まあ、アベンジャーズもね、見直したりとかよくしてますけどね。アベンジャーズ、全部今、ね、見れるんですね、ネットでね。ネットでね、そうですね。ね、僕ね、この3人でね、思い出深いのが、あの、東宝さんの映画史だったと思いますけど、あの、そうそう、アベンジャーズと、それから、フォースの覚醒の公開年で、それぞれ内容を予測するっていう座談会、この3人でやった思い出が。飯田橋でね。そうそうそう。やりました、思い出した。結局、あの、ほとんど当たってたんだか当たってないんだか、そうそう、妄想トークだったんで、当たってないんだけど、まあ、あれはあれで楽しかったですね。あの、座談会がね、非常に盛り上がったんだけど、それは、その後もね、あの、うん、その勢いで飲み屋に行って、そう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 。もね、語ったら面白かったね。懐かしい。しかも、ね、あの時妊婦さんじゃなかったですか？だから飲んでないんですよ。あ、そうだ。そうだそうだ。ご飯食べてる。そうだそうだ。まあ、お酒飲まないので。そう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 。ね。で、うまいね。ねえ、その時ガガルさんがそのホース覚醒と訳すべきだってホースのを入れたのが間違えたってのずっと言ってたの。いや、あのね、うん、そうなんですけど、うん、僕、その大前提があって、僕のそのとかには、はい、それは、7、8、9は、うん、全部一応下書きというかね、はいはい、まあ、あって作ってるっていうふうに、はいはい、言ってたんですよ。それはルーカスも、ずっと1、2、3も、この4、5、6もそうやって作ってきたから、うん、はいはい、だからまさかね、7作って、じゃあ8どうしようって、そうね、で、うん、その後またさらに丸投げして9どうしようっていうやり方をね、うん、また2年ごとで、うん、スター・ウォーズを生み出した連中でもない人たちが、とても思えなかったので、ったうん、そういった意味では、ビジョンがあって、ね、フォース・アウェイやってるのかと思ったら、全然違ってましたね。全然違ってた。そりゃ予想外れるわと思ったもん。でも、あの時、ガガルさんが言ってたんだけど、結局、スター・ウォーズってスカイウォーカー家がダメダメだから銀河が大変だよねって話ずっとしてて、スカイウォーカーの浮気見た時、確かにそういう映画だったなと思って、スカイウォーカーが大好きだったんだけど。まあ、あのカット言っていいのか分かんないけど、あのカットでもね、ガガルさんとかブー言ってましたもんね。ちょっとね。でもね、僕ね、結構でもあの、スカイウォーカーの浮気はね、でもやっぱり号泣するぐらい好きでしたよ。あ、そうですか。うん。だから、あの、レイの、あの、ホットトイズのフィギュア買っちゃいましたもん。買っちゃいました。予約しちゃいましたもん、やっぱり。私も確かにチューバッカーの映画だと思いましたよ。それで泣いてた。普通にいちいち泣いてた。あ、なるほどね。よかったね、よかったね、と思いながら。よかった、もうそうそうそう。ね。もうね、全然ダメでしたね。まあ言えないんですけど、大きな声で。いや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 。4回しか見てないもん。何回見たんでしたっけ、川原さん。僕ね、あ、劇場だけで言うと、うん、大体ね、18回ぐらい見るんですよ。でもよく、なんだけど、うん、ラスト時代は8回しか見てないんですよ。うん、いやいや、すごい、それよく見てる方だと思うんですよ、ね。いやいや、あの、要するに謎解きのためにね、はいはい。それで、ここはどうしてこうなってんだろうとかっていうのを、要はカットで描かれているその絵からね、はい、読み解くしかなくて、はいはいはい、でそれを、まあ、やってたんですけれども、で、まあ一応8回見たところで、こういう意味なのかな、はい、示しつかないなっていうところまで行ったんですけど、それ夜明け見たときに、説明がつかないことだらけで。まあね。しかもね、月さん知ってます？はい、川原さんがね、スター・ウォーズの記者会見であったんですよ。はいはい。の時に、はいはい、あのね、私がきっと、親は、親というか、まあね、血のつながりは、あの人だろうって言ったら、そんなことは絶対ないって、マスターヨダは言ってました。うん、でもそれはね、要は、その、スター・ウォーズ・サーガっていうのは、まあ、はい、夜明けっていうタイトルも、まあ、夜明けっていう役もなんだかなと思うんだけど、はい、やっぱりスカイウォーカーファミリーのね、はい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 、だったじゃないですか。はい、まさかそれがね、うん、パルパティンの子が出てきてっていう話はね、いや、まさかですよ。でも、構成的に考えたら、それは考えられるなと思いましたよ。いや、だから、それはね、考えられなかったけど、うん、僕は結局、ルーカスが やろうとしてたことを踏襲すると思ってたの。はい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 、はい。
ミッションとか、うん、テーマとか、いろんなことを、うん、で踏襲して、うん、壊さないようにやろうとしてると思ったんで、そうすると、うん、ここ悪いだろうっていう、だからそのルーカスが作ってきた世界観が好きだから、みんなスター・ウォーズのことって、ね、好きで。で、そういう映画がいっぱいあったけど、以上のない映画が多かったわけですよ。はいはいはい、まあそれはそうですね、うん。だから、今、そあのスター・ウォーズほど愛されたりはね。うん。だから、あの頃の映画で言うと、例えば、エイリアンとか、はいはいはい。リドリー・スコットね、それから、スーパーマンね、リチャード・コーナーがやった、はいはいはい。あれなんかも、やっぱりビジョンとか、ルックとか、あったわけですから、うんうん。それがね、まあ、スター・ウォーズのね、はい、功績でもあるなと。うん、思っていたのが、うん、何もなくてあんなに行き当たりばったりに繋いでたのかと、うん、なるほど、なんだ、まあローグワンもそうなんだけども、はいはいはい、ファンが喜ぶものだけぶち込んで、やってたら、もうあれはもう一種のドラッグだったり風俗に近いなって僕は、まあね、終わらせ方はでもあれしかなかったんでしょうね。なかったでしょうね。そう思うのは最終的に。ただ、わかりますよ。川原さんみたいに死ぬほど何回も何回も見てる、その親心としての、うん、こうね、うん、叱咤激励、今後頑張るよ、おいっていうことですね。ねえ。でもね、僕ね、それはね、確かにね、川原さん言ってることはね、全く確認なんですけど、僕ね、単に霊が良かったっていう。あのね、うん、やっぱりなんかライトセーバーでタイファイター切るところとかで、うん、もうあそこでちょっと惚れてしまったので、ずっと、かっこいい。そうか、なんかだけど、ピ、うん、さんが言う通りで、私、やっと、うん、夜明けで、うん、アダムドライバー好きだったって気づいたんですよ。あ、そうなんです。僕もね、アダムドライバーって、あ、ここいい役所だなって思って、ね。そう、なんかね、今まで匂ってたの。うん、ブラッククランズマンとかいいよなとか思いながら、うん、うん、ばっかりいい。でね、クリストファー・ドイル映画とかも、うーんと思ってて、うん、パターソンとかも確かにいいし、うん、って思った時に、私好きかもって気づいて、で、確信したのが、このね、公開が延期になっちゃった、うん、デッド・ドント・ダイ見て、絶対好き、はい、そうそうそう、あれも。流れで、うん、逆になんで気づかなかったの、今まで。なんかね、匂ってたぐらい。だから、沈黙サイレンスの時に匂ってたんですよ。もしかして好きかもぐらい。うん、でも違うと思う、私。でも、ともと。ルックス的にちょっと違うとか勝手に思ってた。ねえ。なんですかね。多分ね、うん、スター・ウォーズでは、絶対的にハリソン・フォード、ハン・ソロを超えてはいけないっていう、多分私の中の仕方があるんですよ。はいはい、ルックスとしてそれより上を好きになってはいけないっていう、幼き頃の初恋の相手を裏切ってはいけないってものがあった。あー、そうですかね。レイと、うん、ね、どこまで行っていいのかわからないけど、ちょっとラストのあたりは、うん、ちょっとあれはいただけない。そうっすか。すいません、なんか、ソースをなんか吸引するとか、そういう感じとか、いろいろ言ってましたけどね。いろいろね。ハリー・ポッターかみたいに買って持ってましたけどね。いや、でもね、こういうね、賛否もある中、スター・ウォーズもね、一気見するにはちょうどいいですよね。うん、そうですよ。どうぞ、ちょっと行って一気見してもらいたい。マンダロリアンもね。マンダロリアンも良いですよ、ちょっと。あれシーズン2ですよ、ね、いいですよ。えマンダロリアンですよ。のがうん、シーズン1です。見切っちゃって、もう暇で寂しくて、マンダロリアンロスですもん。そうですよね。またね、ラッキーなのは、みんなの制作がストップしてるじゃないですか。はいはいはい。だけど、マンダロリアンのセカンドシーズンはもう撮影終わってるんで。ああ、そうですか。だから、秋口にはちゃんと。来るし、うん、次にはディズニープラスが日本にも来るじゃないですか。はいはいはい、はい。前倒しになって。前倒し、はい。タイムラグなしに、うん、今後字幕付きでも吹き替え版でも、そうですよね、世界同時公開で見れるわけですよ。うん、楽しいですよね。だそれは、ほら、ワンダービジョンとかもそうなわけです。まあそうですね。うん、僕ね、マンダロリアン見たときに、自分はジェダイになるよりもマンダロリアンの方に行きたいなと思いました。自分の人生。わかる。私もベビーヨーダと仲良くしたいと思いましたよ。そうですね、やっぱり。ベビーヨーダのフィギュアを買おうと思って、日本では売ってないからやっぱネットなんだよな。ね、でも今すぐ届くかなとかいろいろ。そうそうね、いろいろね、ありますから ね、うん、じゃあそんなことで、はい、前半はスター・ウォーズ、はい、で続いては後半、はい、これはやっぱりマーベルと DC、はい、でいっていきたいと思います、はい、じゃあちょっと一旦ここでお別れで、はい、またよろしくお願いします。はい、とりあえずね、とりあえずね、はい、はい